い、じゃあ次はルアーですね。ルアーなんですけど、昨年は主に1種類か2、あと1つぐらいしか使っていなくて、まあ、皆さんもご存知の通り絶対釣れるメテオーラですね。でメテオーラ今全然買えないですよね。メテオーラの中でも私はあの4号を対応してるんですけど、その中でも奇跡的に変えた金ヤマメカラー、これはすごかったですね。昨年シーズン初期に買ってシーズン終わりまでロストせずに奇跡的に使えたんですけど、もう塗装がハゲハゲでリップも折れているんですが、リップが折れた状態でも全然釣れました。なんですごいルアーなんですけど、なかなか今買えないですね。まあ、今年この金ヤマメ、ハゲハゲの金ヤマメ使っていこうかなと思ったんですけど、さすがにもうリップ折れたんで、こいつはもうお役御免なのかなと思って、まあこれは封印したいかなと思ってます。でまあそれとあと使ってるのがラパラのカウントダウンシリーズの一番ちっちゃいやつですかね。これバルサなんですね。バルサなんで巻くだけでアクションしてくれます。巻くだけで横にアクションするウォブリングタイプのルアーで、これほぼほぼTwitchとか必要なくて巻きだけで釣れるやつですね。とても釣れますこれは、はい、特にシーズン初期とかシーズン最後の Twitch とかであんまり食わなくなってきたかなーってた時に、このラパラ巻きだけで結構イワナ釣れてくれましたね、はい、結構でかいのも釣ってくれました。で、まあ、こいつももうリップ折れちゃったんで新しく買い直そうかなと思ってます。そこまで高くないですね、はい。で他もまあ持ってはいるんですけど、まあ、そこまで使ってはないんですが、まあ、その中でもまあまあ使ってたのが、まあ、ジャクソンさんのカナデの50かな、50カナデの50、結構これディープダイバーですね。リップが結構角度が浅いんで巻くと潜ってくれるディープダイバーのタイプで、結構重さも重いんで沈みも早い感じですね。でこいつもなかなかまあ良かったです。うん、前のあの2個よりは使ってる頻度は少ないんですけど釣れますね。シーズン最後ヤマメを釣ったのはカナデでした、はい。で今年メインで使いたいなと思ってるのが、まあ、自分でちょっと作り始めたルアーでして、で、まあ、ほぼほぼメテオーラとかあとは、まあ、某ルアーさんをルアーさんのフォルムをパクって作ってますね。まあ、これはメテオーラフォルムを若干パクっているんですけど、まあ、こいつ、ちょっと試しに使っていきたいなと思ってます。釣れなかったら既製品に戻すかもしれません。であと実験したいのがテールシングルだけ、テールにシングルフックだけつけた状態で釣れるかどうかっていうのもちょっと実験してみたくて、というのも結構渓流釣りって投げては歩いて投げては歩いてでキャストがすごい多くなります。でキャストした時にベリーとテールフックが絡んでそれを直すのは結構ストレスなんですよね。なんでテールだけでやればそのベリーとのフックの絡みも少ないし、あとネットインした時のネットとの絡みも少なくなるんじゃないかなと思って、ちょっと自作ミナオの方はテールシングルだけで試してみたいなと思ってます。まあ、釣れなかったら戻すと思います、はい。ですかね。でミノオはこんな感じでラパラと、まあ、変えたらメテオラを使っていこうかなと思ってて、あとは自作のルアーですですね、はい、はい。
で、まあ、ミノはこんな感じなんですけど、まあ、スプーンも、まあ、たまに使いますね。まあ、使うといってもシーズン初期の低水温期、トラウトたちが底についてる時とか深場にいる時でしかほとんど使わないんですけど、まあ、使う時があります。で、使うスプーンは、まあ、大体1種類というか1メーカーぐらいしか使ってなくて、まあ、他も持ってるんですけどほとんど使わなくて、まあ、使ってるのは1種類のメーカーしか使ってません。で、それ何かっていうと、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、これですね、缶スプーン、福島の人が確か作っている、福島のどっかの缶さんって人が作っているスプーンになりますね。で、そこまでこれも高くないですね。600円700円ぐらいで買えて、ヤフーショッピングで、100円ちょっとぐらいの送料で、ネットでも買えるんで、すごくコスパがいいスプーンです。で、これは最初喋ったようにシーズン初期の低水温器しか、まあ、ほとんど使わなくて、一回そこに落としてからぐるぐるぐるって巻いてれば釣れます。はい、まあ、ハイシーズンでも多分釣れると思うんですけど、まあ、ハイシーズンはミノでも全然釣れるので、低水温器ぐらいしか多分私は使わないんじゃないかなと思ってます。で、その中でも釣れるカラーなんですけど、はい、主に使ってるのがちょっとくすんだ金色の真鍮カラーと、まあ、銀色シルバー、まあ鉄板ですね、シルバーと、あとはなんかレインボー、なんか車のマフラーのところの色みたいな感じ、レインボー、あとはまあ、ちょっとレインボーには似てるんですけど若干黒めのコバルトカラーですね。あとはまあゴールドとかこういう色を揃えてれば、まあ釣れるんじゃないかなと思ってます。はい、ぐらいですかね、ルアーたちは。はい、ルアーは以上になります。